コメントをお願いします。そうですね、味方のおかげっていうのもありますけども、クシちゃんで急行来た。バトルアリーナに向けて一言もらっていいですか。はい、バトルアリーナに向けて一言。バトルアリーナです、そうですね、僕ちょっと東に呼ばれてるんですけども、全力で今回みたいに優勝を目指していきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。あ、インフムシ経験です。チームは1週間前に決まったんですけど、チーム連できたのが今日たったの3戦だったんですけど、まあ、優勝できてよかったです。味方のおかげです。おめでとうございます。ありがとうございます。バトルアリーナは、バトルアリーナは僕出ないんですけど、まあ、かぐやさんとかあとパンダも出るんで頑張ってほしいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。パンダです。まさか本当に優勝できるとは思わなかったし、まあ練習も全然できなかったんで、それで、まあ今の環境、強化つらい、強化つらい、まあ僕の師匠に当たる人物はエアンなんで、エアン目指して頑張りたいと思います。ありがとうございます。バトルアリーナに向けて、バトルアリーナ、そうですね、メンバーは違いますけど兵庫の人たちとしたんで優勝を出したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。今回別にあんま調子良くなくてロボット見てるだけで、あの、まあ、なんか見方は